懐かしい顔だね。あんたは必ずここに来る。私はそう信じてたよ。ガノンに乗っ取られたこのナボリスを取り戻しに来たんだろう。じゃあまず内部の構造を示したマップを手に入れるんだ。あれがマップの情報が入った誘導石だ。あそこへ行くんだよ。ということで、はい、どうもこんにちは、スゴロクです。それではゼルダの伝説ブレスオブザワイルド実況プレイ続きの方やっていこうと思います。前回ね、ナボリス突入戦相当苦戦しましたが、なんとかね、なんとか入ってこれたんで、今回はナボリスの中をね攻略していこうと思います。それでは行きましょう。はい、でね、まずは地図を探して上のフロア来たんですけど、まあなんかね、いかにもな装置がありまして、でね、いろいろと、探索今したんですけど、先に。全然見つけられなくて、10分以上探索したんですけどね、ここ。やっと見つけた、ここだ。ここから行ける。いや、本当に時間かかった。いや、マジ無駄なことばっかりしたな。宝箱とかもあんまいいのなかったし。よし。ようやくこれでね、いろいろとできます。謎解きは。まあ、また神獣をね、ナボリスを動かしていくんでしょうけど、果たしてどうなることやら。ほい、神獣操作が使えるようになりました。なんだろう、体の中心だけ回せるのかな。よし。お、神獣のマップを手に入れたね。マップをよくご覧。光っている印が神獣バーナボリスを制御する端末だよ。ナボリスを取り戻すためには、専用端末を全部起動させなきゃいけない。でも、あんたならできるよ。よし。ということで、まあね、ここがね、いろいろとあるんですよね。宝箱とかもね。早速、動かしてみますか。なんだこれは。90度回す?あ、部分的に回せるの?ほう、まず自分のいいところ回してみようか。あ、そんなパターンあんの?これ時間かかりそうだな。そして奥でしたね、これ。まあちょっとね、いろいろやっていきますか。なんかなったぞ。なんかなった。これ多分、逃しちゃいけない。逃しちゃいけない。オッケー、なんか来た、なんか来たけど、危ないな、ここ。慎重に行きやっしょい。待って、レーザー、なになになに、レーザー、レーザーも回っておられる。レーザーも回っておられる。待って、彼は、仕留めておこう。で、宝箱ゲッチュ。盾。整理しまーす。さあ、からの?ん?いや、ここ何かあるはずなんだが、どうすればいいんだろう、これ。え?え?何かあるはずなのにわからない。これなんか回転してるんですけど、電源が通ったら、ここ乗っていけるんじゃないの?出れる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 ?よし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 、なんか進んだぞ。これ何?ん?あ、これも傾けないといけない系かな。逆や。こっちに回し続けないといけないのか。こえ、こえ、こいこいこーい。さあ、来た。ん?
こっちが通ったから、つまり？つまりなんだ？こっちが通ってないやん。わかった。さっき逆回転でダメだったのはこっちのが見えてなかったからだ。やっとなんか動いたよ。またここまでで15分ぐらいかかってる。なるほどね。エレベーターか。乗せろ。よいしょ。ゴー。これ、あと5個って大変だな。残りの制御端末はあと4個。頼んだよ。頼んでくれるのは嬉しいけどね、結構時間かかるからね。お、なんかたどり着いた、なんかたどり着いた。よし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 、これは多分これじゃない。これで、あ、違う、まずこっち、あっちだな。まずこれを手前に寄せます。電気通ります。その次あれか、寄せます。ほいで、うーん、寄せます。違う違う違う、馬なんか来ないよ。こう、え、ここは違う。あー、ここに装置があるのね。もう一個だから寄せます。OK。で、寄せます。よーし。にゃっとだよー。え？え？閉じ込められとるやないかい。え、こっからまたどっか行かないとなの？大変なんだけど。お、たまたまだけどなんか来れた。ここやろ、ついでに。OK。 まあ、あの外れたなら戻せばいいでしょう。よしよしよし、2個目。また10分ぐらいかかってる。ここまで残りの制御端末はあと3個。頑張っとくれ。いや、ほんと頑張れよ。お、え、いいのかなこれ。結構力技できたけど、いや、結果オーライ。終わりよければ全てよし。終わってないけど。残りの制御端末はあと2個。焦らずにね。もうめっちゃ焦ってますよ本当に。これ、あの電源の供給を一回立って尻尾をまた横にしたんですけど、ここにいる状態で電源を供給すればいいんじゃないの？そうすると、この尻尾にいる状態で尻尾が持ち上がってくれるから、リンクごと上に行けるみたいな感じにならないかな。そうなってもらわないともう困る。頼むよ。いけるんじゃない？待って。なんだあいつ？いるいん。ジャイロが、ジャイロが、ジャイロが。お。あれ？これで進んだでしょ。待って、まだある。とりあえずやって。ここは、うん、びっくりした、びっくりした、びっくりした、何ここ、どこ？そして、あれの音がする。違う、違う。お、びっくりした。どこだ？ん？口はあそこ。目どこだ？あった。目がないとわからない。あそこか。ちょ、おい、危ねえ。よいしょ。ほいほい、オッケー。びっくりした。ちょっと一回上で何かやろう。何かするでしょこれ。これ電源の供給のやつじゃない？なんか敵いるし。あ、ブー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 。もう
え？何ここ？お？待って待って待って、よくわかんない。とりあえずなんかやろう。おあったー。だいぶ無言でやってたけど、わけわかんなくて。残りの制御端末はあと1個、もう少しだよ。いやー、残り1。あ、上行っちゃった。この上行けば何かあんのかな。そしてさ、あそこに何かあるよね。何あれ、あそこって回せる場所じゃないよね。うん、コブだもんね、ここ。あそこにもお宝箱あります。これ上行くかな。 OK、 これで上行けんのね。さて、なんかある。はあ、なるほどね。さっきのなんか電源供給するところにやればいいのかな、これを。カメラワーク的に見えないんだよな。とりあえず落として。すごいところ落としたな。いや、とりあえず宝箱だけもらおうかな。ほい。でもって、なんか向こう回せるけど、さあこれを回してどうなる。そういうことね。なんか守りいらない機能だったな。ここが奥だけか。で、そしたらこれ持って、下だっけ？下だった気がする。あ、待って待って。よし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 。ほい。で、これを、待ってこれ、え、もう一個いる？え？もう一個なんてあった？もう一個ありました。ありました。見つけました。はよ。また先に宝箱。危ない。で、あれやー。ほい。手前に寄せて、とりあえずそこに置いとくよ。OK。OK！ やっとクリアできる。で、これ持っていきまーすと。で、下か。これで、もう一個ここに乗せて。よし！よし！ようやくここだ。制御端末はこれで全部だ。メイン制御装置を立ち上げられるようになったよ。はい。マップをよく見るんだ。新しく光っている大きな印があるはずだよ。そこへ向かうんだけどさ、油断すんじゃないよ。オッケー、ウルボタさん。はい、ということで、今回はこれで終わると思います。だいぶ疲れました。1時間ぐらいこれかかってます。いや、大変だったなぁ。ということでね、次回、ナーボリスのボス戦、カースガノン、やっていこうと思います。それでは今回ここまでになります。ご視聴ありがとうございました。次回、ボス戦、お楽しみにお待ちください。お疲れ様でした。